と言えなくても人の心にどうしても残ってしまう映画がある。必ずしも名作ばかりが映画じゃないよ。暗黒名画座、記念すべき今回第50回でございます。いやー、そんなわけで皆様 の、あの、はい、ご支援の賜物でございます。本当あっという間の50回でございますが、いやだからもう満1年超えてということで、記念すべきゲスト、初のゲストをお迎えしました、ケイシー高峰さんです。女ちょっと待って、ちょっと待って、ちょいと小粋な、ちょいと小粋なマドロス野郎、ウクレレエイジさんでございます。正しくはウクレレエイジ55さん、55、今年サンダーバードと同じです。サンダーバード、三浦淳さんに言われてる、三浦淳さんのご提案を受け入れて、はい、今年に限ってウクレレエイジ55さんが芸名になった、うん、ということで、ということはですよ、順番通り言ったら来年56歳だから、ウクレレエイジ山本五十六って、ウクレレエイジ山本五十六、ウクレレエイジ56、ウクレレエイジ、これ YMT 56、ああ、海外海外連合艦隊、連合艦隊、お笑い、お笑い、お笑い関西、もうちょっと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 、怒られる、お笑い関西しないと、いや、でもね、英二さんも、もう、我々同様、もう映画も大好きでね、いやもうね、だって、これ、見て、マニアックでごめんね、と、微妙でごめんね、あの、英二さんの18番、マニアックものまで、ほとんどがネタは映画でしょ、映画からですよね、映画がもともとそうなんですけどね、うん、でもね、もう2人もね、もうずっと見てますけど、この番組ありがとうございます。ちょっとすごいですよ、知識と、ね、あの雑なものまで、折島さん、雑なものまでって言わないでよ、ものまで似てる、いや、折島さんがともかく、俺はもう雑だから、いやいや、すごいね、だからね、で、エイジさんが一番雑ですから、おお、いや、似てない、似てない、実は一番雑ですから三浦さんには言われてましたね、知らない映画の知らない俳優をものまねして、しかも似てないのよって100発見せてる。エイさんはさ、もう小説もそうだけども、なんかさ、好きこれいいなとかさ、好き、これ面白そうだなとか思ったことすぐ持ってたから、そうそうそう、本当そう、おもちゃ屋の、おもちゃ屋の前を取り過ぎる子供じゃないんだからさ、これ欲しいっつったらすぐ取っちゃうから、明るいとこで作る闇鍋みたいな、そう、分かる、これも入れよう、これも入れちゃおう、それ長靴だぞってのまでさ、鍋の中入れちゃう、それでしたら他人に食わせんだから、ね、いや、そこまでもないけど、いやいや、ごめん、僕は55歳だからなんだそれ、いやいや、僕は5歳にそこ かぶせてくるんじゃないよ、そう、もうね、3回前になっちゃう、ごめんごめん、まあ、まあいい、僕は55歳って言われたらさ、いろんな事情考えてうつむくしかねえからよ、そなんだよそれ、全くまあそんなね、いやいや、そんなエイジさんですけど、はい、いや、ね、いやいやいや、エイジさんね、映画お好きですけど、どんなのがね、お気に入りですかって、うん、それで挙げられた映画が、うん、なかなかこれまた面白いね、そうなんだ、50回記念ということで、エイジさんにあえて3本絞っていただいたんですけど、はい、まずこれからじゃあいきましょうか、ね、そうですね、これはね、はい、ほんと意外だって失礼だけど、エイジさんらしくないっていうか、エイジさんっぽいイメージが全くしなかったんで、あ、うん、俺がたまたまね、このボックスセットで持ってたんで、今回、すごい、すごい、そうなんです、これね、勅使河原博士の世界のボックスセットなんだけど、はい、この中から、砂の女という、ね、まあまあ、有名ではありますけれどもね、うん、まあ、安倍工房、ね、原作、脚本が安倍工房、まあそのいわゆる、今となってはね、そのまあ、アバンギャルド前衛、まあ、そういうのになりますね、っていうね、その騎手だった人だよね、騎手、あの旗手の、ね、うん、旗手というね、その、まあ、代表作と言われて読売文学賞を確か受賞した作品ですよ、うん、それを、まあ、映画化した勅使河原博士、この人はお父さんは勅使河原宗風といって、はい、あの宗月流の生け花の、うん、そうか、それであの映画監督もやってるっていうね、うんうん、まあ、変わり種なんですけど、いや、そうそう、蒼月ホールっていうのはもう、うん、あの草の月の蒼月流 ね、渋谷の、うん、そのこの勅使河原博士監督の、まあ、代表作の一つなんだけど、なんでそもそもいいんですか、これもともとね、あの、東京乾電池ってところに僕行ったんですけど、稽古でも、うん、安倍工房の、うん、あの戯曲でちょっとやったりもしたか、あ、そうですか、あったんですけどね、どんな作品、友達とか、棒になった男とか、俺もあの本だけは読みましたけど、あのなんかベンチで、あれ、うん、安倍工房ですよね、ベンチでなんか男が待ってて、五道待ちながらじゃなくて、違う、五道は違うんだけど、あれは安倍工房じゃない、外人ですよね、うん、外人ですよね、外人ですよ、雑ですよ、雑ですよ、そうです、
ザッツエンターテイン。うるさいよ。うるさいよ。まあまあ。どうぞどうぞどうぞ。あれ、なんかベンチで、なんか男がいて、うん、女の人が来て、ベンチでなんかお見合いする約束してたんだけど、女の人が、このベンチ、傾いてますわね、みたいな。ああ、終始2人だけで。そういうのをそのエチュードで。なんかやった覚えが。それは安倍候補。安倍候補だったんですね。乾電池のスタジオでね。すごいね。で、砂の女は小説をなんか読んでみようと思って読んで、先に小説読んだんですよ、ね。そうですか。でも、これ、もういきなりちょっと小説とね、映画と違うんですよ。頭に、あれが出るんですよ。失踪届けね。うわ、怖っと思って、こんな小説あるんだと思って、それまで文と文しか読んだことなかったから、井上一太ちも。いきなり安倍候補。とんだね。そうなんです。そんなことないでしょ。文と文から砂の女ってない。他にもなんか読んでるでしょ。全然読んでないんですよ。俺、小説読んでなかったから。いや、でもその飛び方は異常でしょ。いや、だって、それはだって。一冊しか読んないことなかったから。それで、砂の女。いや、でもさ、それにしたってさ、絵本で晴れ時々豚読んで、翌日子連れを読むよ。でもね、狼と豚と人間です。狼と豚の人間。そりゃそうだ。健さんね。いや、でも、で砂の女を読ん、まず小説から入って、これは面白い。そう、面白いな。それで映画もあるってことで気づいて、そしたら、でも小説、原作小説読んで映画を見て、映画も負けてないっていうのはあんまりない。それはすごく。あ、じゃあやっぱりあのエイジさんは今まであのいろんな映画、原作がある映画を見て、やっぱ原作の方がいいなっていうのが多い気持ちだったんですね。それが砂の女にいた関しては、そうですね、負けてなかった。小説だとどうしても頭で想像しちゃうから、映画がそれを超えてないわけだっていう見方しちゃう。別物って考えればいいんですけど。なるほどね。でもなんか忠実に、なんかちょっと忘れちゃいましたけどね、小説はね、最後は。うん、でもこんな怖い感じで、確かに最後までいけて、しかも笑えるから。笑えました。笑える。あれ、あ、そうやっぱり安倍候補って笑いじゃないですかね、あれね。ホラー的な感じもするんだけど、まあまあ、でもまあやっぱ笑いと恐怖は紙一重で、そうだと思いますよね。いや、俺はやっぱりその恐怖の方で、つまりそのこれね、岡田英二演じる主人公が昆虫採集に訪れるんだよね。まあ学校の先生でね、砂漠のその砂漠っていうか、だからあれ、これどこで撮ってんの、鳥取砂丘、あれ静岡の、静岡か、有名なね砂丘があるんですよ。うん、わかる。ロケで使われてる、あの小銭狼の三つの川の馬車で弁天内の三兄弟で対決するところで撮ったあれ砂丘だよね。千浜とか、なんだ、静岡のその名前の砂丘なんですよ。静岡のその有名な砂丘は分かるんだ。あと、あのタンタンタヌキのラストで、あ、チェッカーズがピンクロの会社に乗って、うわーっつってタヌキの顔した女がうわーって集まってさ、私たちもタヌキよなんつって、あ、らしいですよ。浜岡の砂丘にらしいですけどね。じゃあそこで、でもこの砂の女ね、岡田英二がその、で結局はめられて、そうだ、あれね、まあそもそも昆虫採集で、その半妙みたいな、その砂丘にいる昆虫採集に来た、あの先生というか学者が、あの要するにもう昆虫採集に夢中になっちゃって、それでもう辺境の地だから、バスもないと、帰る町に帰る乗り物もないし、今日どうするかって言ったらね、親切顔した、それがもう本当にね、最高なの、三井浩二がね。三井浩二って言えば戦前からね、もう名脇役ですよ。小津安二郎の映画にも出てきて、もう本当に昔に与太物トリオって言って、三井浩二と磯野昭雄っていう人と阿部翔二郎っていう、この3人がね、要するにサンバカ大将みたいな、でコメディ俳優だったんですけど、でも三井浩二はやっぱりそこから頭一つ抜けて、やっぱりこうシリアスなのもいけるっていうんで、黒澤明、小津安二郎、ね、小林正樹、いろんなそういう人たち愛された名脇役ですけど、もうこれなんか最高ね。声が特徴的だよね。そうそう、先生、そうそう、もう帰りの便はねえですね。そう、それで、あの、いや、まあ宿ぐらいあるでしょうつって、ここにはそんな気の利いたものは一軒もありませんよ。で連れてかれて案内されたのが、その砂漠の谷底みたいな、よく蟻地獄のね、蟻地獄みたいになってるとこに住んでる岸田京子の家なんです。その砂漠の中にへこんだところがあって、そこの中に家が建ってんだよね。
あれ本当はないですよね。掘ったとこや。ないでしょ。そりゃそうでしょ。本当にあんのか。いや、そんなわけないじゃないですか。そんなわけないじゃん。いやいや、そのだから人工過疎地で、だからああいうの作って、本当にあったのかと。いやいや、あの映画のためのセットだと思いますけど。そうなんですね。それでさ、縄ばしごで、縄ばしご滑らんねえように気をつけてくれだったら、縄ばしごで降りなきゃいけないんだから。そう、すごいですよ。そこに一人の女がもう暮らしている。それが岸田京子っていう。で、一晩だけ厄介になって、あと翌日とっとと帰るはずが。朝起きね、朝起きたら縄ばしごがない、取っ払われてて、まんまと罠にはめられてしまって、結局岡田英二はその谷底から抜け出せなくなるっていう、そういうね、気がついたらずっとその岸田京子と暮らさなきゃならない羽目になっちゃうっていう、その話なんだけど、その村の男たちがさ、怖いよ。いや、村の男たちはやっぱりでも不気味、不気味よね。不気味だよ。あとほら、能面とも疑学面とも見当つかない、不思議なマスクかぶって踊りまくるシーンとかあるでしょ。いや、だからね、あれなんかね、ちょっとね、沖縄のなんかその景色みたいな、なんかああいうのを思い出したと思うんだけど、日本海側はね、あんのいっぱいあるんですよ。日本海側なんですよ、沖縄じゃなくて。日本海側鬼大根みたいな、鳥取のオンデコ、オンデコ、オンデコ、オンデコみたいな。ああ、そうそうそう、そういうあれなのか、神事の、そういうことなのか。あの生ハゲもね、実際そうなんだ。じゃあやっぱりだからその…やばい、なんか、こんなこと言ったらあれだけど。ああ、いやいや、そういう足、あの、要するにちょっと呼ばれ的な。もうベロベロで、その村の風習みたいな。だから、まあ、今はね、今は一般的にはもう使われなくなったけど、二昔、三昔前までは、裏日本みたいな言い方があったからね、日本ね。今は言わないけど、今は違いますけど、もう。で、その村人たちがこんななってね、で、水工事がさ、その、先生一日に一度でいいから、海を見させてもらえないかな、っていう。絶対に逃げません、見張りもつけていいんだからって言ってるね、お互いですね。で、それをさ、認める条件が、俺たちが見てる前で、要するにそこの女が岸田京子とマグワエっていうね、これでそれをさ、あれをあれやってくんのかな、あれこれがさ最高に下品なんだよ。下品だよね。でも日本の土着のあれでしょ、あれ、ああいうのしますね、あったんでしょあれ。だからどこと土地を特定してないんだけれども、つまりその都会と地方っていうののね、あれがやっぱりもうすごい、ね、岡田英二が都会で、それ以外が地方で、そうでもうあの岩のような意地悪さみたいなさ、こうにじみ出てたじゃない。なんかおかしなさ、あのね、あの防塵マスクみたいなの被ってる連中が下なめずりしてさ、早くやれよどうしたなんて、怖い。あの不気味さね、あの辺の。で、あれはさ、でもさ、つまりね、あの、じゃあ岸田教科なんでそんなね、穴ぼこの中にね、へこんだとこに、砂浜のへこんだとこに住んでるか、で、それで、その砂を、その砂を汲み出すのが仕事っていう。絶望的だよね。それをね、上からね、あの、下がってくる、あの、桶に、バケツにその砂をこう、延々、それの繰り返しを延々と続ける。で、それの男手として、岡田英二は補充されてしまったわけだからな。そうだね。だからつまり昆虫採集に行ったはずなのが、自分が昆虫になってたっていう話でしょ。そうなんですよ。でね、俺あれ見ててね、この図式はあれ、あの連想できるなと思ったらね、旧ソ連のラーゲリですよ、強制収容所ね。でね、ソ連時代の最もね、残酷な刑罰って何か知ってます？あ、分かった。あ、同じことを延々とさせるってあれだろ。そうそう。人間はね、その究極のその本当に無意味に耐えられない。なんだって。だからね、単純過酷な肉体労働は実は耐えられるのよ。その何トンの結果が待ってるからね。石を運べとか、ね、ここに積んでいけとか、土を塗って壁を作れとか、どうしていく、何目的があるからね。木を切り倒してどうしろとかっていうことはできるんだけど、そのね、ここの土を掘って向こうに持ってけ、で持ってったらその向こうの土を持ってきて、こっちにその掘った穴にその向こうの土を埋めろってこと、何にもない、ずーっと繰り返させると、その囚人は気が狂うんだって。本当だよね。そう、つまりそういう無意味、永遠、その無意味が永遠に続くことに人間の精神が耐えられないようにできてるっていう、それをね、ちょっと連想した。だから岡田英二が捕らわれたっていうのは、ただしまあここから先ネタバレなんか言わないけど、見つけるよね彼は。一つ、要するにその自分のその精神の中での、いわば、まあ、あえてよりどころを見つける、よりどころのようなものを見つけるじゃん。そこがまあ強いて言えばね、
でもね、これは本当にね、あの水なんかね、うん、もうペットボトルとか置いとかないと本当にね、うん、見てるだけでね、そう、ね、喉が渇くでしょ、渇いちゃう、渇いちゃう、渇いちゃう、本当に、あの、うん、初めてモナカ食った時みたいな、あのパッサパサあの裏側のこういう感じなんですよ。そう。そう。落眼とか壊されてる。こんなもの壊されてる。むずっ。っていう感じになりますよ。でもね、あのその でも安倍工房でね、通定してるのはさ、だからその要するにほら、あのその岡田英二もさ、すぐに警察が動き出すよとかね、僕が行方不明になったらみんなが騒ぎ出すとか常識をね言いながらね、結局ね、誰も彼を探し、ね、助けに来ない、そう、だからそういうのすごい多いでしょ、あの安倍燃え尽きた地図だ、ね、全くその通りじゃない、燃え尽きた地図は原作俺面白くてさ、だんだんでね、あれだからね、あれポール・オースターとかもあれ発想パクってんじゃないかなと思うような長編があったけどね、昔ね、そのでほら失踪していくね、失踪者を探している探偵が自分自身を見失っていくっていう話じゃない、でそれを演じたのが勝慎太郎だからね、そうそう、燃え尽きた地図はご覧になりました、見ました見ました、あれはもう不気味でしょ、すごいですね、あとはだから他人の顔ね、他人の顔、他人の顔はもう怖かった、他人の顔はさ、もうとにかく俺、最初に見た勅使河原宏の映画は他人の顔なんだ、ああそう、あの郷姫を借りて、郷姫を借りたら勅使河原宏ってコーナーがあって、それで郷姫を借りたら他人の顔ってのもあったから、両方借りて先に古い方から見ようと思ったら、もう他人の顔でもすっかり打ちのめされちゃった、ちなみにあの皆さん、郷姫っていうのはあの戦国時代の前田利家の娘で、あの八丈島に流された宇喜多中納言秀家の神さんになった人ね、それを宮沢りえの主演で92年だったか、そのあたりですよ、そう、勅使河原宏が監督した作品が郷姫なんだけど、そう、そう、もうね、他人の方ふと、もうショック、やっぱりあの人の 作品を見てなかったからね、勅使河原さんね、もう郷姫全然印象に残らない、あの顔のこういうさ、伸びるとこあの犬神佐清のマスクよりよっぽど怖かった、ね、怖いよ、俺ウェーと伸ばした時に青沼静馬だよって言いたかったのあとさ、もう市原悦子のヨーヨー娘がもう怖くてさもう市原悦子怖くてしょうがない、怖い、もう本当にさ、買ってくれるって約束してたよとかさかいい女優使いますよね、いい女優使うんですよ、ね、あれなんで立ってるだけで市原悦子ってあんな怖いのねおね、本当にさ、お前が日本昔話より怖いんだよっていう、怖いよ ね普通にしてるだけで異様に怖いんだよ、怖いよ、燃え尽きた地の時の石原さんも怖いし、怖い怖い怖いんだよ、もうだからもうでね、勅使河原さんって人はめちゃくちゃやっぱアイデアマンで、エイさんね、勝新さんもすごくその勅使河原さんとはこう、仲いいからね、スイングしたらしいんだよね、ほんで勝新太郎勝さんといえばザトウイチじゃない、ザトウイチのテレビマンシリーズの、ね、夢の旅でしょ、何期目かの最終回を勅使河原宏が撮ったんだね、それがね、一夢の旅って言って、これあの坂本君に教えてもらって見たんだけど、そう、ザトウイチが目が開いた、そう、一の目が開いちゃうっていう話なの、すごいね、で目が開いちゃうことで、見えてくる世界に一が恐怖するっていう、それで、もうあの居合いができなくなっちゃう、そうそうそう、うわ、だから目が開いちゃってるから、そうそうそう、逆にね、逆にこれ発想が斬新ですよね、すごい、あれはだから勅使河原さんのアイディアを、ああなんだね、あでそのこう目が開いた開く瞬間の位置のそのグワーッ、そうそうそう、すごいんだよね、渦を巻くさ、そう、あの色彩がなんかサイケデリックな、そう、独特のね、そうそうそう、そう、俺ガッウルトラ Q になるかと思ったからそんな感じのさ、でもあれ現場でも中州いたらしいから、いや、やっぱ勝さんと勅使河原さんがお互いにアイデア出しまくって収集つかなくなっちゃって、勅使河原宏怒って帰ろうとしたら、勝さんが大映の撮影所の放送室から、あの要するにあのもうあのサイレンね、メガホンみたいなね、ああっつって、勅使河原宏さん、勅使河原宏さん、撮影現場を放棄して東京に帰るのは受けませんすごいねそれ、仕事を途中でやめて帰ってしまうのはいけないんじゃないでしょうか勝さんが社内放送で
石原宏さん現場に戻ってきてくださいっそうか、そのコンクラブではあの勝慎太郎に停止から勝ったわけだあどうなんだ、いや戻ったのそれ、ね、いやでもねあのその時はね、勅使河原さん結局帰っちゃったらしいけどね、その日はね一回ね、うん、すごいね、いやういう でもね栄治さんでも、うん、まあちょっと話も戻すけど、新さん相手にそれができるのはすごいよね、でも砂の女はでも栄治さんがやっぱりここ、うん、ここがこうちょっとこうわしづかみされたっていうか、ここが強烈ってどういうシーンとかですか、まあまあまあ今さっさ喋っちゃったけど、あまあまあでも、うん、意外とね岸田恭子が、うん、あの東京にこだわってる、そうなんですよ、ああああれがなんかけなげっていうかね、なんか都会の女の人は違うんでしょ、みんな綺麗なんですよっていうね、そうなんかねそうそうそうムーミンの声でな、ムーミンの調子で喋ってムーミンみたいな調子で喋ってないけどね、うん、あとね俺ちょっと話変わるんだけど、うん、あの遺跡の発掘のバイトをずっとやって出たええ、元気伊藤さんがそうですよ、あ本当ですか、そうです、うん、歴史を変えるコメディアンになろうと思って、うん、あの代々木と歴史変えるコメディアンになろうと思って歴史の中に埋まり込んじゃった、埋まり込んじゃった、じゃあ、うん、貝塚みたいなのとかああいうの発掘してたんですか、結局俺も初め、うん、なんかこうなんかね、こうこうね歴史変えるみたいなこうね、うん2万年前のなんかとかそういうジュラ紀のなんとかみたいな思ったそういう化石を、え関東ローム層、ローム層、うん、家賃が安かったら入居しちゃうみたいなローム層3畳1間で5万円みたいな、いやうるさいちょっとあのそれで話さ、俺も話さ、ごめんなさい、調べてたひたすらね、穴を掘るんだ、はいはい、とにかく、ほんで、掘って掘って、その時俺、歯痛くて、真夏で暑かったんだけど歯痛くて、こんな、うん、あの歯が荒れちゃってこんな、あの、うん、小太り爺さんみたいな、あのうわーっ小太り爺さん、うん、もう暑くて、ね、穴をひたすら掘るんですよ、奴隷ですよ、真夏、炎天下で、それで掘って、でも、うん、初め言われてたのは、なんか、うん、階段をなんかこう、うん、作りながら掘ってくださいと言われて、自分が出るとでも歯空いたし暑いし、なんかバファリンとかも全然効かないから、なーとかでやってたら、で途中で上からその砂の三井浩二じゃないけど、バイトの先輩が来て大丈夫かーとか言ってくるんですよ、とか入ったばっかりとか一生懸命ああの休憩しながらやれよってながら、ホースで水ブワーって撒かれて、ビシャビシャですよ、痛いぐらい、上からなんかもね降ってくるみたいなね、んで掘って「はい昼休憩!」っつって、そしたら階段も作るの忘れてて、だからもう出られなくなった完全に自分がある地獄で、ほんで、でもう発狂しちゃって、もう怖いから一人で砂の男だ、砂ただの砂の男、砂の男、助けてって言ってすっごい叫んだら竹内君大丈夫、竹内って言うんですけど、竹内君大丈夫だからって、近くにいるからって、ではしご出してもらって、あのはしご登ってすぐに出られたからよかった、そんな深くなかったんですね、よく考えたらそんなお力ないし、ね、でもその経験があるから砂の女は今面白いと思うか分かんないですね、あ、うん、全然英語関係ないんだけどね、映画の話まあなんとか帰着させたいね、これ。そうそうそう。今もうね、あのね、あの風船おじさんも、風船おじさんって言うけど、話題の風船おじさん、どっか飛んでっちゃって、帰ってこないみたいな。岸田恭子の気持ちが分かった、岡田英二の気持ちも分かった。まあ、映画の話戻すとね、2人も詳しいから、あれなんですよ、笑ってるけどさ、いやいや笑ってる間しゃべるよ、ね、塚本慎也監督のさ、鉄夫太郎、砂尾だよ、砂尾、砂尾、大坪砂尾って作家いたいたいた、大坪砂尾、ハリ砂尾、ハリ砂尾、10点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 、ハリ砂尾選手だけ9点、本当に、ものまね王座決定戦でいつも一番審査が、審査の基準がシビアって言わせるんじゃないよ、そういうのなんだ、あもうね、でもね、でもね、生き物みたいな砂だったよね、そうなんですよ、怖いんですよ、ほんと意志を持ったように動いてる砂の映像っていうのを俺初めて見た気がした、あれちょっと肌にね、肌にね、肌に砂がこうくっつく、ベタつくのも よく追ってるじゃない、それにさ、竹光さんの音楽も良かった、良かったね、竹光徹の音楽も良かったな、見事なね、あの でね、やっぱ最後ね、ラジオが届く、ね、ラジオとかが届くとかもいいでしょ、あ、じゃあ、ああいうところがやっぱりね、だから恐怖というものじゃないけど、つまりもう彼にとってラジオは何なんだっていうぐらいの息になっちゃってるわけよ、ラジオなんかな、もう、あってもなくてもっていう、そうそうそう、
とまあ最後まで言わないけれどもね、うん、でもとにかくその、でも阿部公房の作品についてやっぱりさっきも言ったけども、うん、そのたくさん人がいようが、うん、いまいがね、人間というのはこう人間の存在って自分って何なんだろうみたいなって常にこう思いますよね、うん、ではいはい、これは極端な例だけど、いやでも私がやっぱこれは本当に面白い作品で、うん、これ栄治さんが好きっていうのがなんか嬉しい。いや、そうそう、いや意外な取り合わせというかね、うんうん、さすがやっぱり文と文から砂の女に。そうですね、砂の男だから砂の男だからね。一回そこ、うん、一回逃げれるじゃん、うん、そう、一回ね、言っていいの、どうぞどうぞ。で、あそこが好きなんですよ、俺。で、逃げて、うん、でも迷っちゃって、それでまた、別のハマっちゃってる、ね、で、あのまたさ、懐中電灯でこう、暗闇の中パッパッと、それでの、漢字機みたいな、板で、板をはめたゾーンでな、そうそうそう、で、あの懐中電灯の光が闇にだからうごめく虫みたいな映り方をする、そういう撮り方をしてるんだよ ね、 あのカメラね、夜光中夜光中みたいな撮り方して、あれもまた気持ち悪いんだけど、やっぱ勅使河原さんのそういう、うん、でこう印象的なほらその虫のこの、うん、それこそほらこう複眼のすごいアップでね、うん、アップで撮るのあのやり方も印象的でしょ、うん、何しろね勅使河原さんのアイデア、うん、まあ、異常なアイデアっていうのは俺、最初がね、あの彼の映画最初は俺利休だから、そうですか、利休から入ったから、そうか、利休だ、要するにリアルタイム、ですよね。そうです、うん、リアルタイムで見たのは、うん、あれはあの本格帽いぶんの、あ、そうか、またあれ熊池、熊池、もうね、比べ物にならないほどね、いや、あれはね、あの利休の方が面白いですよ、秀吉が山崎つとめ、そうか、そう思えば豪華でしたよ、ね、信長が当時 あの松本幸四郎、今の白鸚ね、そうですね、であの家康が中村、あの吉右衛門だった、吉右衛門さん、張間屋ご兄弟で出てたから、うわうわうわ、でもね、最初、なんかで読んだけど、うん、最初ね、それ俺言おうじゃない、あ、ごめんごめん、言ってじゃん、じゃあ言って、赤瀬川源平だよね、え、赤瀬川源平だよね、あ、そうそう、だからあの脚本に赤瀬川源平さんが参加されてる、あの、ね、前衛美術家で、はいはい、あの、うん、文筆家、作家でね、小説家でもある、で、最初のね、オリジナル、勅使河原宏監督のオリジナルアイデアでは、うん、利休役が、そう、それがすごいんだよ、マーロンブランドそれはこれマーロンブランドが千利休よそれすごいね、すごいでしょ、でも飛んでますよね、完全にとこう振り切っちゃってますよね、全員ハリウッドの、いやいやいや、だからあくまで利休だけがマーロンブランドで、秀吉役がビートたけしさん、うわ、秀吉、たけしさんの秀吉とマーロンブランドの利休を激突させる、そう、見たい、いやー、これ実現してたらもういくらでも洗って、ね、いやー、でも見るよね、うん、これはすごいと、達人の影武者ぐらいみたいね、あ、いや、まあ、まあでもそうなるけどね、フィルムがちょっとでも残ってるやって、ね、これがだから88年か9年頃でしょ、そうですね、そうそうそう、俺中3ぐらいで見に行った覚えがあるから、あ、利休は、でその後その千利休無言の前衛っていう赤坂源平さんが利休制作のその内幕をちょっと書いたあのエッセイをやって、それを読んで知ったんですよ、オリジナル内ではマーロンブランドの利休と武志の秀吉だったんです、いや、それはだからやっぱりその元々映画監督じゃないから、うん、いや、発想がね、発想が違うんですよ、なるほどなるほど、前衛美術だからね、うん、でもそういう監督がガンガン撮ってね、また変わってきて面白いですよね、そうです、砂の女もやっぱ久しぶりに見ましたけど、やっぱり今でもやっぱ面白い、ね、いや、面白い面白い、まあ、女優とかね、俳優もすごいんでしょうか、あとは僕はやっぱりオープニングのハンコの、うん、あの3番のあれが大好きなんだよ、うん、あれがもう、うん、いや、こういうのかっこいいなと思って、ね、あれ、淡津清でしょ、うん、そうです、美術、そう、淡津清さんっていうね、天井さじきとかも、ね、やって手掛けてたね、うん、あの人の指紋とかもこの印象的にこう地図にこう指紋をこう混ぜたりさ、そういうね、60年代から70年代にかけて大変そのあの印象的なね、作品をやる、だから幸せなこう合致というか、その時代でね、阿部公房と勅使河原宏が、うん、第一線でやってて、うん、そこに、まあ燃え尽きた地図は勝新が興味を持つで、うん、幸せな時代ですよね、うん、本当にね、うん、前衛とその、まあ、今ポップでメジャーな人がこうね、うん、ちゃんとこう共有し、なんていうの、共存し合えてるっていうのが面白いな、それでね、田中邦衛さんとかね、うん、あの井川久志さんとか、うん、阿部公房スタジオの俳優だからね、あの俳優座のちょっと別派みたいなんで、ね、阿部さんがすごい使ったって言ったね、そうです、山口かりんさんが、うん、長いこと阿部公房さんと同棲してた、うん、ご本人の方に書いてるぐらいの、うん、そうそうそう、いやー、だからちょっとね、これあボックスになってたの、なってんの、これはね、全部ご覧いただいたら、ディスクユニオンで買ったんだよ、あ、そう、うん、
その中に他人の顔も燃え尽きた地図も、みんな入ってる。うわ、まあちょっとボックス入手は難しいと思いますけど、レンタルでね、いろいろ出てると思いますんで、落とし穴も面白かったね。落とし穴っていうのもね、これやっぱりなんか後味のこう悪い、いい意味で、褒めてるんですよ、そうですよ、落とし穴、砂の女、他人の顔、燃え尽きた地図、これはぜひ、まあ、本当にご覧になって、あと短編集っていうのが見てないな、うん、この人ね、ドキュメンタリーもいいんだよ、北斎、北斎北斎生け花で、まあ、ガウディ、ね、俺ね、サマーソルジャーはちょっとね、サマーソルジャーあんま面白くなかったけどな、ガウディをね、ずっと例のほら、桜のファミリア、そのスペインまで行って、うん、ずっとカメラ回して、そのガウディがどういうものを、意図していたかっていうのをただ淡々と追っただけのやつとかいいんだよ。それも勅使川博の傑作なんでね、じゃあ、まあ勅使川博の世界を、うん、ウクレレンジ経由で、はい、ぜひ、もうね、していただいて、夏休みの読書感想文、文と糞の次は砂の女を何にも喋ってない、第50回記念は勅使川博監督砂の女でございます。ウクレレンジ55さんのご推薦でした。エイジさん、次回もよろしくお願いします。また来週。